感染者の数を日ごとに見ていきますと、まず先月最初の週ですね、これまでで1週間で最も多く感染が確認された918人から週を追うごとに3割から4割ほど減り続けていました。で、一方で今週まだ2日間ありますけれども、5日間と同じ前の週の5日間を比べますと、先週と比べると1割ほど増えているという状況になっています。減少傾向が鈍化しているようにも見えます。ただ大型連休中、検査数が減る傾向がありますので、今後の感染者数に注意が必要です。次に宮城県を人口10万人あたりの数で全国と比較してみます。宮城県は 8.63 人で全国で37番目です。宮城県以外も全国的に数字は減っているんですけれども、先ほども言ったように大型連休中、検査数が減る傾向にあります。次に療養者の状況を見ていきましょう。今日午後3時現在、県内では423人です。ずっと減少傾向だったんですけれども、今日は上昇してますね。で、内訳このようになってまして、入院中の方128人、入院中のうち重症の方は9人です。ホテル療養中の方162人、自宅療養中の方は95人、入院等調整中は38人ということで、今日は全般やや増えているという状況です。病床占有率です。新型コロナ患者に対して今すぐ使える病床は県内では225床あって128人入院しているので、占有率は 56.9%、 うち重症者は 40.9% です。これを仙台医療圏に限ってみますと隣になりまして 71.7%、 127床中91人入院しているということです。そして重症者は 50% ぴったりとなっています。